こんにちは。目黒にあります、割烹鈴木義嗣です。今日の、料理のメニューなんですけども、こちらにあります鶏のもも肉、それと長ネギ、これで美味しいね照り焼きっていうのを作っていきたいと思います。これは本当に家族お弁当に使ってもいいですし、まあ、ちょっと時間が経つと鶏の中にこう味が染み込んですごく美味しいですから、ぜひ一度、作って、それで食卓に飾るとか、あとはお弁当の中に入れて、召し上がるとすごく美味しいです。まあそんなに難しい料理に出ないので、ぜひ、家庭で一度作ってみてください。それではね、ちょっと始めます。で、ここにありますね、こう鶏肉、これをねちょっと難しいのがほんのちょっとだけあります。この中にねこのネギをピュッと打ち込んでいく。身の中にですか？そう、こうやってくるむんじゃなくて中に入れてあげる。で、そのためにはどうするかというとね、まあこうなってますけども、ここのところをちょっとこうカットしちゃいますね。そうしましたらね、ここで肉の間に包丁をこうパーッと入れてもらいたい。それは肉と皮の間？そうですね、あの肉と皮の間じゃなくて、もう肉の中にこう包丁を入れていくって形なんですよ。それでちょっとこういうふうにゆっくりでいいからこう肉を包丁で切っちゃう。そうするとあ、見えないな、こう指が貫通、中指が通るぐらいの。そうだ、この中にねこうあるでしょ、ほらほらほら。初めて見ました、そんなの。そんなもうね、これで焼き鳥なんかすごく美味しい。で、それをどうしていくかっていうと、はい、ネギの臭みが消えて甘みが入る、はい、それとこの鶏のだしの肉がネギの中に入ってすごく美味しい、うん、ね、そういうことなんですよ。まあ鶏のもも肉1枚でだいたい約3人前からそのぐらいできます、ね、じゃあもう一度やってみますね。はい、ゆっくりですから肉の中にこう包丁を入れて、そこでちょっと肉を切っちゃいましょう。こうちょっとこう横に上下にずらしながら、そうですね、開いていく感じ、はい、で、あとはちょっとこう自分で指でこう切れてるかなとか思いながらこう確認して、で、指がこうやってキュッと通るようになったら指輪みたい。そうね、鶏肉の指輪よみたいな感じのことばっかりだよね。で、ここにこうやって、はい、こういうふうに、で、これでねこのまま軽く塩コショウしてオーブンで焼いてもすごく美味しいわけね。それをあえて今日はですね照り焼きってことですから、これをこれからフライパンに油をひいて、それでゆっくりと焼いて、皮の方がこうきつね色になるぐらいまでゆっくりと焼いていきますね。よろしいですか。で、この時ね私は塩コショウしても結構です。こういった塩振ってもまああとコショウがあればコショウがあっても結構です。で、そちらの皮の方にもこう軽く、で、こういった感じですね。巨大なネギマみたいな。ああ、そうですね。焼き鳥の。はい。で、これからですね、フライパンで焼くわけなんですけども、まあだいたいフライパンの油の量なんですけどもね、だいたい 30cc から 40cc ぐらいの油を使ってやります。で、これをね、あまり油がちょっと薄いとね、皮が
フライパンにこびりついちゃうので、必ずちょっと多めの油を使ってやっていきます。いいですか。その時ね、なるべくでしたらば、あのフライパンよりもちょっと大きめの蓋があればそれを使ってもいいし、なければまあよく何か鍋あると思うんですが、それを使っても結構です。それではね、ちょっとやっていきますね。はい、そう、これはねもう本当にね男料理だね、男性料理。いやでもすごい、あの想像ができちゃいます、うん、そのネギにこう鶏の旨味が染み込んで、あのっていうのが想像できるんで、なんか焼き鳥とかだとネギってなんか黒く焦げちゃうじゃないですか。そうするとこうやってね、こう鶏肉、ネギ、鶏肉って、うん、串ですけど、そうじゃなくて柔らかく美味しく仕上がりそうですよね。そうですね。じゃん、フライパン、これを用意すると簡単にできます。でここにね、こうでここにあるのがこう、まあ、サラダオイルで結構ですから、だいたいちょっと多めに、でここで火をつけますよ。はい、ちょっと火を弱くして、はい、でこの時なんですけどもね、火を強火でガーッとやっちゃいますと意外とね鶏肉の方がびっくりするんで、ある程度熱くなったらば、それとこうフライパンをね、ちょっとこう油をしっかりと、ではい、ここで火をちょっと弱くしたらですね、皮の方、はい、焼いていきます。はい、この時ね絶対にやっちゃいけないことは、端でこう返したりとかなんかしないで、こうやってフライパン振ってあげる。はい、いいですか。ほら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 、ね、でこうなってくるとね、だん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 鶏肉の水分がいっぱい出てきますから、そこでこうやって鍋で押さえてあげる。そうすると周りにはこう油が散っていかないので、必ずこう蓋をして、そこでちょっとゆっくりと、だいたいそうですね、ちょっと5、6分かかっていますけども、ちょっと待ってくださいね。大体中火で、そうですね、必ずね中火からちょっと弱火ぐらいに持っていった方がいいと思います。そうだね、ここでちょっとこう、これは必ずやってくださいね。その時に箸とかでこうやるよりも、もう鍋を、そうです、こう常にこう鍋を動かしたい、はい、まあ、意外とねこう鶏肉の水分がね表側に弾いちゃうので、必ずこう蓋をして、まあ、あとは家庭でもよくこうガラスか耐熱グラスの蓋があると思うんですけども、それなんか使うと意外とこう今どの辺までできてるかなみたいなのがわかりますから、それをやってみるのもいいと思います。こういった感じなんですけど、もうちょっとね、こうきつね色までゆっくりと焼いていきますよ。皮がカリッと仕上げる。そうです。はい。後でね、分かると思うんですけど、ちょっとね、蜂蜜を入れることによって、はい、北京ダック、そう、カリッとしてすごく美味しいですね。なんかよく鶏の皮苦手っていう方もいらっしゃいますけど、うん、これぐらいまでもうカリカリにしてやると割ともう全然脂っぽくなく美味しく食べれるみたいな、ね、はいはい、いやーうまそうだね。鈴木さん、これやっぱりお酒は、もうねお酒、そういうとやっぱり焼き鳥みたいな感じですけど、やっぱりビール直すのかな。うん、鶏肉、もも肉2枚もあれば十分ですね。4、5人ぐらいで召し上がれますから、これは本当にいいと思いますよ。
はい、そんな時間かかるもんじゃない。で、こうやってだん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 ですね。はいはい。あ、うん、こういうふうにね、スネがなるぐらいまでなったら、でこれこう、今度肉の方をちょっとしっかりと焼いていきます。もう火加減は変えないで、そのままで、はい、あのね、絶対火を強火にしないですよね、うん、ゆっくりと焼いてあげることによって、はいはい、火の通りとか、あと色目がね、綺麗に出来上がりますから、必ずそんな慌ててやらないで、ゆっくりとやってあげることによって美味しい、照り焼き風というのが出来上がりますから、照り焼きそれではね、その焼けたので、そのね、ここで一旦火を消します。これが焼けたやつですね。はい、こういった感じで、ここでね、一つのポイントなんですけども、これからこの鶏肉に味付けするんですけども、このね、熱いところに調味料を入れると周り全体にこう油が散っちゃうので、そこでちょっと油がこうある程度常温になるまでちょっと冷ましてからやるのが一番いいと思います。いいですか。生姜も入れてみようかな。あの、さっき焼いた時の油と鶏肉から出た油っていうのは捨てないで取っておく。そうですね、はい、やっぱりあの鶏の方からこう旨味のね、はい、こう水分がいっぱい出てくるわけですから、ここで捨てちゃうとせっかくのこう鶏のね味が損なっちゃうので、必ずですね捨てないで、その時にちょっとですね、まあここにありますお酒、みりん、それと蜂蜜、それとここにあります、濃い口醤油ですね、それとここにちょっとこう三温糖、まあ白砂糖でも結構ですけども、それを入れてあげるってことですね。でちょっともうこう冷めてきたので、ここでガーッと入れないで、ちょっとねこうやってこのぐらいの音分かりますか。はい、そうするとこうあんまりね飛ばないと思ったんですけど、ちょっとこう冷めてからね。いや、それやめたい。そう、ちょっとこう。最初に入れたのはお酒ですか。そうですね、お酒です。ですから必ずね、まだね、油が熱いので、ね、後のこうお掃除も簡単ですから、必ずそういう風にするってことですね。はい。まあちょっと落ち着いたと思うんですけど、はい。でここに今度は。みりん、もう大丈夫ですね。醤油で、こういう口醤油の方ですね、大体約 40cc ぐらい入れたんですけども、これはまあそのお醤油でもね、ちょっと控えめに、30ぐらいで持ってって、後でこう味を確認するのもすごくいいと思います。それともう一つ、ここにあるこう蜂蜜ですね、これを入れることによってより以上にコクが出るってことと、すごく照りが出てすごく美味しくなりますから、蜂蜜をだいたい 30cc ぐらいをねこう入れた方がいいと思いますね。はい、ここでね、まあよーく蜂蜜を溶かしますよ。これ和食に蜂蜜ってなんか珍しい感じですね。あのね、この蜂蜜を入れるかどうしてかっていうとね、蜂蜜って意外とね防腐剤の役目があって、それで日持ちするんですよ。
それとあと艶が出てコクが出てすごく美味しくなるので、ちょっとね蜂蜜を使った方がいいと思いますね。そんな高価な蜂蜜を使わなくても結構ですから、ちょっと、蜂蜜を入れることによって仕上がりがきれいに出来上がりますから、必ず蜂蜜を使ってください。でそこであとはここにあります、まあ三温糖、まあだいたい大さじ2杯ぐらいね、ちょっとで、こちらの方もですね、まあ好みで、まあ私はちょっと甘いの好きだっていうんだったらもうちょっと入れても結構ですし、ただ蜂蜜も入っていますから意外と甘いので、まあそこはやっぱり大さじ2杯から、ぐらいがちょうどいいと思いますね。でここでちょっとこう、はい、もうここまでいけばこれはもうほとんどですね鶏のタレみたいなもんですね。でここにね、この一旦焼いてこう皮がこうきつね色になったやつですね入れますよ。で皮の方をやっぱり同じように下に持っていきます。はい、そうしましたらここで同じようにですね火をちょっと弱火にしますよ。絶対に強火でやっちゃいますとこのタレがどん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 こう濃くなりすぎちゃいますから、こうちょっと弱火にしてゆっくりと焼いていくってことですね。はい、でこの時も同じようにですねここにちょっと蓋をして、まあそうですね、まあ7-8分、まあ約10分程度弱火でゆっくりと焼いていきます。はい、ちょっと言い忘れたんですけどもね、この中にこう私はちょっとこう酸味のあるやつ、要するに柑橘類入れても結構ですし、あとはこういった、生姜をですねちょっと入れても香りがあって美味しいです。こうちょっと生姜入れますよ。柑橘類ってどうですか？そうです、まあ、あのレモンでも結構ですし、よくあとは、まあ、日本だとカボスとかね、いろんなのあるんですけども、そういったやつでも結構です、ね、でこうやってゆっくりとですね、はい、そうすることによってこの肉汁がこの肉の中にどん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 染み込んですごく美味しくなってきます。ですから、はい、ですから慌てて煮ないでゆっくりとこう、もうこれこう刻んでですね白ご飯の上にパーンと乗せてこのタレをピューッとつけて食べてごらん。もうそれはもうねもう鶏のお弁当ができるんですよ、鶏弁がね。ですからちょっとね残ったらばそういう風にしてあったかいご飯に乗せてこわーってこのタレをバーッとつければですね、もう本当にバン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 食べちゃいますよ。お母さん今日は美味しいねソースでご飯食べれちゃう、もうソースで食べちゃいますよ本当に。だってねこのソースは本当何にでもつけて食べてもいい、もう冷ややっこにちょっとつけて食べてもいいしね、あとはまあとんかつかなんかあったらばとんかつの上にこうパーッとかけて召し上がってもすごく美味しいですから、絶対にですね、火を強火にしないでゆっくりと召し上がるってことです。でもうそろそろですねちょっと出来上がりますけども、ここのねこのほらほらほら照りが出て美味しそうでしょねえ。でちょっとこうやったら今度肉の方もちょっと裏返して、ほらこんな綺麗な色、本当だすごい綺麗ねえ。確かにちょっと北京ダックっぽい感じの、そうあのね蜂蜜が入っているので蜂蜜がねすごく艶を出してくれるんですよ。そうですね、普通の照り焼きよりもなんかすごいツヤっとした感じ、はい、そうですね。
美味しいね。いやこれ本当うまいよこれ。もうビールが飲みたくなる。もうそうですね。もうビールいいですね。でこうやって、はい、あとはねもう全体的にはもう完全に焼けてるわけですから、あとはまあ自分でだいたい 7,8 分経ったらちょっと火を消してもうそのままつけといても結構ですからね。そうするとより以上にこう味が、はい、肉の方にどん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 染み込んで美味しくなってきます。よろしいですか。盛り付けしていきます。ここでこうちょっとね大きく、美味しそうですねこれ。いい感じに火が通ってますね。で付け合わせにちょっとこうブロッコリーとかね、それとここにあります、トマトで最後に このタレをつけて、いやー完成です。